この辺って行ったんですか？こっちがいいですか？こっちがいいですか？昨日か、初次回、臨時会でしたね、やっぱり初めてだったので緊張したのと、あと朝早く行って結構夜遅くまで7時ぐらいまで あったので、なかなか長く行きましたが、まあ、なんか結構先輩の方にいろいろお話をかけて、こんな感じなんだなって思いました。で、あと都市銀座の方が都市整備なんだっけ、消防入りました。なかなか難しそうなところなんですね。これからいろんな勉強をしていかないといけないなと思ってます。あともう一個、なんか所属の、なんだっけ、所属じゃなくて、なんか、あげおりなの謎が書くっていうのいろいろとこれからやることがたくさんあります。そして2月15日までだったかなに、一般質問のね、ことをやらないといけないので提出しなきゃいけないので、どうか2月から3月にかけておかしくなっていくと思います。まず高田で、今日は浅川大輝駅から NHK を動かす。